く外れます。打った、この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ。まんまん中左中間破っていきました。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、バファローズが突き放します。左中間へのタイムリーヒット、10対0、ファイターズもうこれ以上点はやれません。2番バッター水口、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、バファローズこの回7人目のバッターに打ちました。打球はレフトへ、ここは打ち上げています。レフトセカンドランナータッチアップ、三塁セーフ。バッターボックスは3番デイビス、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウト、打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びて突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ファイターズ追加点を許します。12対0、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには指名打者の小栗、初球は何から入ってくるか、豪快なスイングは空振りになります。ファウルです。打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、13対0、主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは5番クリ、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。早くもファイターズピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは金子千尋、今シーズン22試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。一塁牽制球セーフ。さあまず1球目打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁二塁。高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。オリックスバファローズフェンス直撃のタイムリーヒット、15対0、ファイターズもうこれ以上点はやれません。打った、レフトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、レフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ファイターズなおもピンチです。バッターの山下、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。ただホームランは出ていないのでね、今日あたりは大きいのを見たいですね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打ちました、左中間に強い打球、これはどうか、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ファイターズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことが、ファウルになります。緩いボールしっかりと見極めました。さあ勝負してくるのか、これもファウル、打ちました、ここはフライになっています。キャッチャーが落下点に入ります。石川が掴んでツーアウト、バッターボックスは2番水口、今日はホームランを放っています。
先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ツーアウトになっています。打ち上げてしまった。この打球はフライになっています。阿部が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。4回の表、オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。デイビスバッターボックスに入ります。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ファイターズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。さあ4球目は何か。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。打ちました。渡辺一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターボックス九里、今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいけませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。ワンアウトランナー三塁です。さて今日のファイターズの先発は序盤大量失点で交代した上沢、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。バッターの九里、今シーズン得点圏での打率は6割と。2球目打ちました。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターは6番ブライアント。さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。これはちょっと手が出ません。真ん中打ちました。一塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど特に意識する必要はないですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。まずは見送ります。ワンボール、切れていきます。ファウル。3球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、これで4打席連続のヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。まず大きく外れてボールになりました。内へ、これは決まった。打った、左中間に大きな打球。さあどうだ、センター左へのヒット。サードランナーホームイン、ホームに送球する。ファーストランナーもホームイン。バファローズが突き放します。左中間へのタイムリーヒット。ファイターズなお。バッターボックスは9番山下、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。打った、右中間に強い打球。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター大石、まずは変化球。これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り、ここはランナーを変えさせません。セカンドランナーは残塁に終わっています。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。これから5回バファローズの攻撃です。里崎さん、
大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損打ち上げた。この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたがワンアウトとなっています。バッターボックスデイビス、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよ。いい当たり、センター下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。この小栗、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。何よりホームランが打ててる。打ちました、ピッチャーゴロです。三塁タッチはアウト。バッターは5番クリ、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。打ちました、センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。バッターランナーは二塁到達。これで5打席連続のヒット、ツーアウトランナー三塁二塁。打席には6番バッターブライアント、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。打ちました、これはどうか、一二塁間を破る、バックホームする、サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、ファイターズなおも三塁一塁のピンチです。バッターボックス金村、今日はここまで4安打を記録しています。ここまで打たれると高め打ちました、ヒットになった、サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センターマン、さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。外れていきます、ボール先行です。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。ここは打ち上げています、西川が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。バファローズのリード広がっています。札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスには9番山下、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ファイターズ厳しい展開で6回を迎えています。初球ボール、まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。はい、打ちました、ピッチャーゴロ、取った、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターボックス水口、今日はホームランを放っています。バファローズダブルプレーでランナーなくなりました。初球空振りです、得意のボールでストライクを取りました。打ちました、このフライは切れそうだ、切りました、ファールボールです。打ちました、浅いフライ、ヒットになった、これで2試合連続のマルチヒット、2アウトランナー1塁。バッターは3番デイビス、今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。ここまで打たれるとキャッチャー、バッターボックスには代打のドレイパー。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね、さあどのように組み立てていくか。一塁牽制球、一塁はセーフ、打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしい。打ちました、これは大きい、伸びていく、これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。打った、高く上がった、
ライトバックバックバックする、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ファイターズなおもピンチです。打順は6番ブライアント、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまった、打った、右中間に大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターは7番金村、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね、はい、さあ2球目打ちました、大きな打球になった、この当たりはどうか、センターオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ファイター、ファイターズピッチャーが変わります。右バッターが、さあマウンドに上がったのはクモン、昨日のゲームでは2イニングを投げています。これが1球目、甘いボールでしたね、ピッチャーの変わりっぱなは狙われてますから、甘い球でストライクを取りに行くと危険ですよね。そうですか。バッターボックスの鈴木、今シーズンの得点圏打率は5割8分6厘となっています。打った、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、ファイターズもうこれ以上点はやれません。9番バッター山下、さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。打ちました、レフトに大きな打球、レフト下がっていく下がっていく、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6連打、ノーアウトランナー三塁二塁、引っ張った、サード取った、一塁送球します。アウト、ワンアウト。打順は2番水口。前の打席はしっかり捉えてましたからね。まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。高めのボール。ヒットになった。三塁を回っていく。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ。左中間へのタイムリーヒット。ファイターズ。もうこれ以上点はやれません。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。これが初球、まずはボールから入りました。インサイド落ちました。ホームに送球する、これで5試合連続安打、ワンアウトランナー三塁一塁、打ちました、セカンド取った、二塁を送ります。二塁はセーフ、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。フィルダースチョイスでの得点、ファイターズもうこれ以上点はやれません。打席には5番バッター栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまう、打った、高く上がった、センターバックセンターバックする、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、三塁へ、ファーストランナーのホームイン、バファローズが突き放します。センターオーバーのタイムリーヒット、ファイターズもうこれ以上点はやれません。ファイターズ、さあマウンドを任されたのは石川、前の登板では勝利投手になっています。トラブリー、ファウルになります。アウトロー外れます。さあ勝負してくるのか、打った、石川掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で、ゲームは8回に入ります。7番から始まるバファローズの攻撃、バッターは金村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。
さっきはしてやられましたよね。はい。今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい。さあここはやり返すことができるんでしょう。打ちました。これは大きい。伸びていく。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁到達。これで7打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁です。打ちました。阿部1塁を送ります。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは9番山下。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナー3塁です。初球打ち。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ファイターズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って大石。さあ初球は何か。打ちました。高いバウンド取った。一塁へ。これで3安打猛打賞。ランナー3塁1塁となりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。切れていきます。ファウル。まあ次のボールで勝負もありですよね。無理に1球外す必要はないですよね。なるほど。さあどう来るか。打ちました。ヒットになった。ホームに送球。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。ファイターズなおも3塁1塁のピンチです。バッターはドレイパー。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。打ちました。取った。2塁へ。2塁アウト。1塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。バファローズのリード広がっています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね。いい形で攻撃につなげたいところです。打った。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライトオーバー。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打順は5番クリ。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい。ここはピシャーっと打ちました。センターに強い打球。さあどうだ。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。バッターボックスには6番ブライアント。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ワンアウトになっています。打った。高く上がった。頭上ぐんぐん打球入った。ツーランホームラン。これがチーム4本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ファイターズ追加点を許。ここで一発を浴びてしまいました。打席には7番バッター金村。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど。そのあたりバッテリーは警戒して。初球打ち。打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックス鈴木。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球空振りです。打ちました。センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。西川が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替え。
球場には大観衆が詰めかけています。まずはファイターズの先発吉田がマウンドに上がりました。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいく。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。打ちました、ショート取った。これで9試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには水口、そしてファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを打ちました。弾き返した打球はセンターへ、この打球はフライになっています。センター掴んでワンアウト。さあそして打席にはデイビス入ります。勝負強いバッターですから十分警戒しておきたいですね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、引っ張った、サードの左抜けました、バックホームする。ファイターズさらにピンチになりました。ワンアウトランナー、三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、三塁はセーフ、バファローズ1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1対0ファイターズ、なおも三塁一塁のピンチです。ここで離されたくないですからね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、初球打ち伸びていく、どうだ、入れば入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します、4対0、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。ファーストが取る、ツーアウトになりました。バッターは金村、昨日のゲームでは驚くような活躍を見せました。いやー本当に大爆発でしたよね。初球打ち、高い打球レフトへ、ここは打ち上げています。ワンボーロンが抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ先に点を取りました。2回表に入ります。バファローズの攻撃、バッターは注目のルーキー鈴木、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さてファイターズの先発は吉田、今日が7試合目の登板です。前回の登板は5イニング投げて自責点1、白星を挙げています。さあ外してくるのか、ボールになります。引っ張った、近藤、アウト、ワンアウト。バッターは山下、昨日はなんと6安打の大活躍でした。いやーもう当たりに当たってましたよね、本人も何本打ったか分からなくなってたでしょうね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。打順は1番に帰ります。バッター大石、まあ前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打ちました、セカンド取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。里崎さん、リードを許している展開なんですが、この後のピッチング何が必要でしょうか。まあ本人もね、流れを変えたいのはもう。初球打ち、落ちました、これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。打順は3番デイビス、先ほどの打席でヒットを放っています。走ってきた、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。大きく外れてボールになります。3球目は何で来るか、打ちました、ヒットになった、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、今日もマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。さあファイターズ
得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので配球には注意が必要ですね。2球目打ちました。ここはフライになっています。ファーストが落下点に入ります。掴んで2アウトです。さあそしてバッターボックスには九里入っています。さあ2アウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。まあこの点差を保って初球打ち伸びていく、どうだ、入れば入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。その際4点大きくリードされました。6番バッターブライアント、里崎さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。まあ本来の調子からは程遠い出来だと思いますね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。引っ張ったファーストゴロ、中田一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。これから4回バファローズの攻撃で、さあマウンドに上がったのは加藤、今シーズン13試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうインサイド落ちました。これはどうか、ピッチャーが取る、アウト、ワンアウトです。打席には8番バッター鈴木、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。ファウルになります。ワンストライクです。打ちました、中島、ワンアウトランナー一塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。まあ走ってくるなら早いカウントだと思いますけど、来ませんよね。はい、アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取って2アウトです。さあバッターは大石、この打席でホームランを放てば今シーズン70本。引っ張った、これはどうだ、三塁線破っていった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、二塁へ送球する、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁二塁。やはりピンチですから初球も慎重になりますよね。なるほど、ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがバファローズ得点は。里崎さん、今日は荒れた試合展開になってますね。まあそうですね、この後の展開は確かに読みづらい状況ですよね。そうですね、どう転がっていくんでしょうか。今日の試合です。外れましたか、いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、レフトスタンドも越えていった、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られ打球は場外に消えていきました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。その差を2点とされています。さあバッターは小栗、ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。これが2球目、ファウルになります。ボールカウントは1ボール1ストライクです。追い込まれました、1ボール2ストライクです。三振になります、ワンアウトです。バッターボックスには5番栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、今度はしっかり抑えないといけませんね。なるほど、そうですね。ワンアウトランナーありません。今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランに挑みます。里崎さん、本当に怖いバッターですよね。今日当たってますからね、組み立ては十分注意すべきでしょうね。ええ、さあどんなピッチングを見せてくれるか。際どいコースに送ってストライク、ファウルになります。これが3球目、3球目見送っています。ボール、
ストレート外れました。さあ次のボールが勝負ですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。打順は7番金村。ファイターズこの回追加点を許しています。初球は何で来るか。初球空振りです。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、ここで一発を浴びてしまいました。打順は8番鈴木。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。2球目打ちました、大きな打球になった、この辺りはどうか、真ん中を破りました、1塁蹴って2塁に向かう、バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁。初球打ち、スタンド一直線、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。初球でした、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ファイターズ追加点を許します。11対5。打順はトップに帰って大石。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。初球打ち、これはどうか、取った、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには2番水口。先ほどの打席はライアフライに打ちた、ランナー飛び、ランナー挟まれた、セカンド送球、タッチはアウト、これで3アウト。しかしこの回、これから6回バファローズの攻撃です。さあマウンドを任されたのは石川。昨日のゲームでは2イニングを投げています。まず何を投げてくるか。初球打ち、左中間に落ちました、これで3試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。1塁牽制、セーフ、ランナースタート、ヒットエンドラン、伸びる、そのままスタンドに入りました、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。13対5。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは DH 小栗。打った、高い打球、ライトが追いかける、追いかける、スタンドも越えていった、ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は3本。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。14対5。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。5番バッター栗。初球は何から入ってくるか。打ちました、ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。今日も3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスは6番ブライアント。まあファイターズとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁到達、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、15対5。ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには7番金村。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、
変化球が高めに抜けます。バッターの金村、今シーズン得点圏での打率は、打ちました、これはどうだ、センターに抜けました、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番鈴木、さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。バファローズこの回7人目のバッターになります。打ちました、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁1塁、バッターボックス山下、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまう、初球打ち、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、二塁送球、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ファイターズなおも三塁二塁のピンチです。ファイターズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは名場為。さあマウンドに上がったのは名場為、今シーズン15試合目の登板です。3連投ということになります。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてスタンドも越えていった、スリーランホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン、初球でした、しっかりと弾き返された打球はなんと場外に消えていきました。ファイターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは2番水口、前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。ワンアウト、打席には3番バッターデイビス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ワンアウトランナーなしです。今日はバッティング絶好調、3本連続のホームランは狙ってくるんでしょうか。三塁線、渡辺取ってツーアウトになりました。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。三塁回って今ホームイン、主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは5番クリ、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいです。打ち上げました、これは浅いフライ、ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたが最後はライトフライ掴んで3アウトです。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。最後まで試合、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。さあ2球目は何か、打ち上げた、ここはフライになっています。2球目打っていきましたがワンアウトとなっています。7番バッター金村、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。名場為、まずは先頭バッターを打ち取っています。中島取って、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー1塁です。8番バッター鈴木、さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、ここはタイミングをずらすような、引っ張った、ライン際フェアです。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ホームに送球する、バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット、ワンアウト三塁二塁です。バッターは9番山下、先ほどの打席で、はい、打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球伸びてスタンドも越えていった、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン、初球でした、ジャストミートされた打球は球場の外まで飛ばされています。ファイターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。
打順は1番に帰ります。バッター大石。前の打席で打たれたフォークボールをここで使うか使わないか注目したいですよね。なるほど。打ちました。高い打球、レフトが追いかける、追いかける、スタンドも越えていった。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには代打のドレイパー。バッタードレイパー背番号33。初球大きく外れています。うん、いいまっすぐですね。はい、ストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。この打球はライト下がっていく、下がっていく、ライトポール際、惜しくも切れてファウルボール。大きく外れました。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには3番デイビス。今日は2本のホームランを放っています。バファローズこの回7人目のバッターになります。打ち上げました。この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたが取りました、アウト。しかしこの回バファローズ、これから8回バファローズの攻撃です。さあマウンドを任されたのはクモン。今日もマウンドに上がって3連投になります。初球ボール、打ちました。浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。ストレートを打っていきましたがライト掴んでワンアウト。バッターボックスクリ、今日は2本のホームランを放っています。ワンアウトランナーなし、アウトコースボール。一二塁間、中田抑えてツーアウトになりました。バッターボックスブライアント、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、高く上がった、ライトが下がっていく、下がっていく、スタンドも越えていった。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは7番金村。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。ノーボールツーストライクです。体に近いところ、さあ勝負してくるのか。ファウルになります。次はストレートがいいでしょうね。なるほど。打ちました。さあどうだ、外野まだ伸びているがレフトが取りました。ワンアウトです。打席には9番バッター山下。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。痛烈、切りました。ファウルボールです。打ちました。レフトが追いかける、ぐんぐん打球入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。低めのボール、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。ファイターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打順はトップに帰って大石。
先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、今日はバッティング絶好調、2打席連続ホームランが続いています。バッターは守備交代から起用されている吉田。今シーズンここまでホームランは23本、エラーでランナーを出しています。バッターボックスには代打の羽田。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね。まあここ踏ん張りどこですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。一塁はセーフ。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン取った。アウト、ツーアウト。3番バッターデイビス、今日は2本のホームランを放っています。バファローズツーアウトにはなりましたがランナーを進めています。バッターボックスのデイビス、今シーズンの得点圏打率は5割。ストレート打った、ショートの右掴んだ、一塁へ、一塁アウト、これで3アウト。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。照明に火が灯りましたナイトゲーム、まもなく。まずはイーグルスの先赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロール。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達、これで10試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。インサイド落ちました、この当たりはどうか、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0、イーグルスなおもピンチです。さあそして打席にはドレイパー入ります。さあなおもピンチが続きます。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。あっと低めいっぱい、ここはあっという間に追い込んでいます。さあ3球目は何か、打ちました、痛烈な打球、切れました、ファールボール。これは内へ外れます。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。まず一つアウトを取りました。さあそしてバッターボックスには小栗入っています。さあワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほど、そうですね。大きく外れました、ボール先行です。甘い球ならフルスイングするカウントでしたけど、狙っている球種じゃなかったんでしょうね。そうですね。ここでフォアボールを与えました。まあ怖いバッターなんで、ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。初球空振りです。
バッターの九里、今シーズン得点圏での打率は6割飛んで打ちました。浅村アウト、際どいタイミングでした。一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。打ちました、痛烈、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。インコース打ちました、いい当たり、切れました、ファールボール。ここは決まりました、見逃し三振です。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回バファローズ先手を取りました、1対0。さあバッターは金村、この打席でホームランを放てば今シーズン70本。初球空振りです。キレがありますよね。はい、変化球が決まっています。ノーボールツーストライク。ここはバッターがゾーンを広げて対応してきますから、より厳しめにいきたいですよね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。打った、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。ライト鈴木、背番号打ちました、ショート取った、一塁送球アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。さあそして打席には古久保入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました、レフトの前に落ちました、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、2対0になりました。イーグルス、これで2点ビハインドとなりました。打順は1番に帰ります、バッター大石。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。イーグルス、この回追加点を許しています。里崎さん、後続は確実に断ち切りたいところだと思うんですが。まあもちろんそうですよね、ここで切って取りたいですよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。ファウルです、引っ張った、サードゴロです。サード取った、二塁は無理、一塁送球アウト、ここは送球が間に合っています。さあイーグルス、得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえこれ以上失点しないよ。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで今日3打点。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。イーグルス追加点を許します、4対0。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは3番ドレイパー。初球ボール、コーナーギリギリに決めましたね。インローへキレのある変化球が決まっています。三振です、3アウト、チェンジ。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。4